皆さんこんにちは、てつふりです。今日はここ大きな変化のあった駅、リニューアルをされた時に大きな変化のあった駅に来ております。扉が開きます。ここが問題の駅。沿線民の方は知ってると思いますが、ここは山陽電鉄の王将駅。これは12月15日に撮影したものです。リニューアル工事はされていますが、まだある変化が起きていない時のですね、動画になります。この番線ではあまり分かりにくいですが、この山陽王将駅がどういう変化を遂げたのか少し見ていきましょう。ということでよろしくお願いいたします。はい、そしてこの山陽電車王将駅の問題点というものがあります。現在この動画の時は解消されていますがですね、この動画を撮ったのは2022年のですね3月の1日、この変化を起き次の日ですねに撮影しました。まずこの山陽電車王将駅の問題点ということで、この山陽電車ではですね、6両編成までの列車が走っているということですが、向こうにやってきたのは普通電車、そしてですねこちらが直通特急の電車です。この列車がこの王将駅に到着する際どのようなことが起きるかというとですね、この動画はもちろん2021年に撮影したものですが、おやおや、なんか止まっている位置が少し変になってるんですよね。実は一番後ろの車両だけ出っ張っていてホームからはみ出しています。このようにこちら側の扉は開いている状態、しかし向こう側は、後ろの1両だけ開かないという駅になります。ここは沿線民や、またですね王将駅をよく利用する方、鉄道ファンなら、誰しもがね知ってるような場所なんですけど、この一番後ろの車両だけドアが開けないということで、車掌さんはねドアカットということをやっているそうです。このドアカットについて見ていきましょう。さて、やってきたこの普通電車、普通電車は4両編成が一番最大ですから、分岐器を入って奥側に止まります。この電車は4両編成のためホームには普通に余裕で入るんですよね。でこの4両に、4両ではないですね、山陽電鉄一番最大の6両編成でやってくる直通特急が止まれるように今回工事されたのが、このドアカット廃止という、そういう工事になります。このドアカット廃止工事に伴ってですね、いろいろなリニューアルがされました。さて、向こうからやってきた直通特急の車両、こちらは6両編成です。この3月1日からはこの電車一番停止位置が変更になりまして、一番後ろの車両がですね、開かないということがね起きないようになっております。一番画面右下に出ていますのが、ドアカット廃止前の様子です。そして、真ん中というかそのまま出ている背景に出ているのがですね、こちらが、3月1日からのドアカット廃止になった後のやつです。はい、ドアカット廃止になった後はしっかりと止まっていますが、ドアカット廃止になる前ですね、ドアカット廃止前の大志郷駅というと一番後ろの車両だけがはみ出ていると、そういった状況になっております。ということでお客様が、混乱しないように大志郷駅を初めて利用する人でも、大丈夫なようにというふうに行為されたわけです。今回停止位置が通常よりもね少し前側に移動したという感じになります。そして車掌さんは扉カットみたいな感じに書かれているところをねしっかりと見ながら操作していた、そういう状況になります。これは手動なのかね自動なのか分からないんですけど、おそらく手動だと思うんで、まあちゃんと確認はしてるんですけど、もし事故が起きたら、ね、危ないということです。さて、じゃあこのリニューアルされた駅の様子をね次見ていきたいと思います。阪神8000系の電車、リニューアルされた王将駅、このように駅名看板も綺麗になっております。曽根と的形の間にいます。改札の外はこのような感じ。エレベーターに乗ってみましょう。エレベーターも新しくなっております。前までは構内踏切などがありましたが、エレベーターも大きなボタンで分かりやすい、このエレベーターは三石製だそうです。なんとね、このエレベーターがこう、なんていうの、
エレベーターが開く前にですね、面白い放送が流れます。扉が開きますとともにですね、すげえ、この子になってるという風にですね、英語放送が流れるようになっています。そしてここがリニューアルされている王将駅、まだ工事中のところでね、ロータリーはまだ工事中なんですけども、山陽電車王将駅、昔は構内踏切のある平面の場所だったんですけど、今はですね、工事されて橋上駅化と呼ばれるものになっております。橋の上にある駅と言っていいんでしょうか、線路をまたぐ形になります。このようにホームの少し伸ばされました。昔からこのホームが短いというのは課題になっておりまして、昔は4両編成最大だった山陽電鉄も直通特急などの運用を、山陽電鉄に取り入れることによって6両編成に対応しなければならない。しかしですね、ホームをどんだけ延長しても5両分しか確保できない。そういったことで、5両編成までのドアカットということが行われるようになりました。新しくなった駅を見ていきましょう。階段を上っていくと橋上駅化された上に改札のあるタイプの駅となっております。ちょうど向こうからやってきたのが山陽電鉄6000系、こちらは普通電車ですので対比線に入ります。この王将駅では全てではないかもしれないですけど、ほぼ全ての列車が対比を行います。対比、通過などを行いますね。運賃表はこのように綺麗になりました。なんとこの券売機ではね、イコガも買えるそうですよ。改札口も綺麗になりまして、明石、神戸、大阪方面のホームへやってまいりました。直通特急と普通電車が交互に発車する形。ホームの部分、この辺りも綺麗になっておりますが、奥からやってきたのは普通電車。今度普通電車は4両編成までしかないんですけど、このね、ドアカット廃止前と、ドアカット廃止後のものを比べてみましょう。画面左下に小さく出ているのがドアカット廃止前の映像です。ちょっと画角は悪いですけどね。このような感じで少し手前に停止位置がずれたのかなと思います。そして問題の直通特急が来るこの列車は、こちらが6とここに書いてありまして、停止位置も車掌さんが見るところですね、ここが6両6両となっております。そしてやってきた直通特急電車、もう3月1日を過ぎていますからね、この電車は6両編成すべてドアを開けることができます。阪神大阪梅田行き直通特急、黄色の表示です。黄色の表示と赤の表示でいろいろ違うんですけどね、そのあたりはまたね、いつかご紹介したいと思います。前までは一番後ろの車両のドアが開かなかったのを、今回はですね、しっかりと開くようになっております。車掌さんも安全にホームの上のところから見ることができまして、奥には山陽電鉄5000系も止まっています。だいぶね、こう停止の場所、停止位置の場所が少し上下線でずれていることがわかります。普通電車もその後発車。奥側の普通電車も発車します。山陽電鉄最新鋭の6000系車両、今回この王将駅で6両間の対応が行われたのは、上りホームはもちろんですが、下りホームが工事されました。上りホームはもともと6両編成全て止まることができましたが、下りホームはですね、踏切やポイントの関係など、その他諸々の関係でですね、この対比ができなかったということです。奥には6両の停止位置があります。停止位置目標があります。全体的に綺麗になった印象ですね。ではもうすぐですね、この王将駅にやってきた僕も、このドアカット廃止になった様子を見て、そろそろ帰りたいと思います。ではですね、奥からやってきた直通特急車両に乗って帰りたいなと思います。皆さん、ここまでですね、ご視聴ありがとうございました。今回はですね、少し短めの動画ですが、リニューアルされた山陽電鉄王将駅ドアカット廃止の様子を皆様にお伝えしました。
ではまた次の動画やまた他の動画でですね、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。今回ですね、友達にご協力いただきましたよ。同じ構図になるんだよな。まあまあこんな雰囲気なくなったからちょっと、ね、パターンは減ったよ。最近ちょっとアボスタンキルコモリのイメージがあったけどさ、ネタになるからいいや。これ扉開いたらハート割れるってかわいそうやな。だからいつか絶対閉めるな、いつか。まあね、そうなればまあ再び結ばれるということで、姫路でしばらく会えなくなるけど。あ、6001についてんだね。そうそう、まあ偽アルミの対応なんだ。
毎度。え？あ、分かったかもしれん。直徳やあれ多分。6000の直徳じゃね？え、知らんけど。あれだ、送り込みだ。だよね、あの、1時頃に、あの、東二谷のとこで、あの、迷惑スイッチバックするやつ。ほら、6両だ。あれだね、今15と16で編成組んでんだ。なんかひっついてるよなんかひっついてるよ。大丈夫か。どうなんだろう、これは。車輪とかに巻き込みさえせんかったらいいんだけど、巻き込んでもね、デジ袋負けるから。これなんか面白いからネタにしとこう。ビニールシートやったら、うん、なんか一遍それが飛んできた時はもうブレーキかけなあかんぐらいのあれになるから。あ、でも運転手さんね、こんなもん。一回新快速乗ってて鳥がバーンってぶつかったことあるわ。めちゃくちゃ衝撃映像やったね。しかも全面展望を撮ってたからさ。これが三菱 IGBT よ。お。何なんだあれは。なんかかまして。あれ戻ってくるときどうなんだろう。でも戻ってきたら見えないか。あ、見れるか一応。いや、見れないね、多分。怖い、ここ。